ルーダキーの肖像がルーダキーは、サーマーアンアサで活躍したペルシア語の詩人。本名は、アブーアブドゥラージャーファルビンムハンマドであるが、出身地にちなんだルーダキーの方で呼ばれることが多い。ペルシア文学最初期の人物であり、ペルシア史の確立者、ペルシア文学の父、ペルシア詩人のアダム、詩人の帝王と評される。ルーダキーの生涯については、 未だに明らかになっていない部分が多い。13世紀前半に、ムハンマド・アウフィーが表した伝記には、ルーダキーは、生来盲目だと記されており、アウフィーの記述は、長らく信じられていたが、現在では、ルーダキーが、生来盲目だという説は否定されている。詩の中には、ルーダキーは目が見えていたと思われるものがいくつかあり、1956年に、 行われたルーダキーの遺骨の調査の結果、ルーダキーは晩年に盲目にさせられたと推測された。ルーダキーはサマルカンド近郊のルーダック村で生まれ、30代後半になってサーマン朝の最小バルアミーによって宮廷に招かれる。宮廷では国王がする二世。 あるいはバルアミーの保護のもとに高い地位と財産を得るが、被護者が政治の表舞台から退くと彼も失脚し、宮廷から追放されたと考えられている。バルアミーの失脚の背景には宮廷におけるイスマー・イール派への回収者の増加があり、追放されたルーダキーをイスマー・イール派とみなす意見もある。これに対してソビエト連邦の学者ベルテルスは保護者である、 バルアミーとの関係上、一時期イスマー・イール派に、傾倒しただけで、イスマー・イール派の詩人に分類することは、難しいと反論した。故郷に帰ったルーダキーは940年から941年の間に没し、現在のパンジケンとにあるパンジ・ルーダク村に葬られた。ナスル2世から調和を受けたルーダキーは膨大な、財産と200人の奴隷を持ち、 旅に出る時には400頭のラクダに荷物を運ばせたと伝えられている。ルーダキーにまつわる伝承の一つに、ナスル二世にブハラへの暴挙の念を起こさせた逸話がある。ヘラートに赴いた、ナスル二世がヘラートに愛着を感じて4年以上も、その地に滞在した時、軍の司令官と貴族たちは、王が故郷のブハラに帰りたくなるような死を作ってほしいと、ルーダキーに依頼した。 そこでルーダキーがブハラの魅力を歌った死を吟じると心を打たれたナスル2世は急いでブハラに戻ったという。タジキスタンのパンジケントに建てられたルーダキー病1940年にタジクの文学者サドリリン・アイニーは中世の資料を追ってパンジルーダク村でルーダキーの墓を発見し1956年に ミハイル・ゲラシモフを隊長とするソビート連邦の調査団が遺骨の発掘調査を行った。発掘調査の結果からルーダキー研究者ミルゾエフは故郷に帰ったルーダキーは性的の手によって盲目にされた上で殺害されたと推測した。インドの説はパンチャタントラを元にしたジョ氏ジョカリーラとディムナの薬室をはじめとした10万句以上の作品があるが現在では ほとんどが散逸し、現存する句は二千句足らずである。ルーダキーの詩集は残されておらず、中世の様々な文献で確認される詩の収集、整理という工程を経て、ルーダキーの作品はまとめられている。彼の詩が散逸した理由について、イランの言語学者のアッパー B は、中央、アジアやホラーサーンの方言が多く使われているためにた、 地方の人間には理解しがたかったためだと推測した。後世の宮廷詩人と異なり、ルーダキーは難解かつ過微なアラビア語彙を詩に用いることは少なく、素朴なペルシア語彙と方言を作品に織り込んだ。詩は宗教的な制約を受けておらず、イスラーム的な要素はほとんど見られない。現存するルーダキーの作品には、カスイーダ、ガザル、マスナビー、ルバーイキタといった、 ペルシア詩の主要な死刑で構成される。ルーダキーの作品には、ペルシア詩で用いられる死刑がすべて使われている点から、彼が現れた10世紀までに死刑が確立されていた、証拠とする意見もある。詩のテーマは教訓、悲しみ、凶楽、愛、酒の賛美と滝にわたる。その作風は感想で、情熱的であり、死よりも民謡に近いと評される。宮廷詩人であるルーダキーは、 カスイーダに最も,っともたけ、中でもブドウが酒になる過程を読んだ、酒の母と題する詩が有名である。愛をテーマとした歌で好んで用いた詩刑のガザルでは、多彩な火を用いて巧みに心情を表現した。11世紀の詩人、ウンスリーは、ルーダキーのガザルの素晴らしさに探足したが、ルーダキーのガザルは散逸している。ルーダキーは、詩作だけではなく、縦ごとを奏でて、 自らの死を美しい声で吟じたという。しかし晩年にはその声も衰え、他人の死を吟じることを食とするラビを雇わなければ、ならなくなった。ありがとうございます。